レッドブルブラジルはブラジルサンパウロ州カンピーナスを本拠地とするサッカークラブ。2007年11月に世界的飲料メーカーのレッドブルグループが設立。2019年以降は同企業のオーナークラブ、レッドブルブラガンチーノと合弁し同ジュニアチームとして存続している。2007年11月、レッドブルザルツブルクや ニューヨークレッドブルズなどのサッカークラブを所有するオーストリアのグループ企業レッドブルにより設立。翌2008年のカンピオナートパウリスタのカイリーグ参加から活動を始める。2009年チームはカンピオナートパウリスタ4部に相当するセグンダージビゾンで優勝した。2010年チームは一つ上のセリエ A3 に昇格した。またこの年開催された。 コパパウリスタは初参戦ながら決勝まで進んだ。2011シーズンはやや低迷したが、翌2012シーズンは躍進し、セリエ A にレギュラーシーズンを3位で終えた。しかし、準決勝で敗れ昇格はならなかった。2014年、セリエ A1 昇格。2015年、カンピオナートブラジレーロセリエ D へ、初参戦。2019年、親会社レッドブルグループが、 当時カンピオナーとブラジレーロセリエ B にいた CA、ブラガンチーノを合弁し、レッドブル・ブラガンチーノを設立。本体の経営が同クラブに移り、役員や主要スタッフはブラガンチーノに移動。レッドブル・ブラジル自体は U-23 以下を基準とする RB、ブラガンチーノ参加のジュニアチームとして存続することになり、これまで通り サンパウロ州選手権のカイリーグ参加を継続している。ありがとうございます。